やってしまいました。まさかの曜日間違い。いや、診察券では、今日の日付になってたんですけれども、すっかりその予定を変更したのを忘れてしまってて、で受付行ったら、すみません、予定これちょっと途中で変更してますねみたいに言われて、あ、そうだみたいな、すっかり忘れていて、その美人な歯科衛生士さんには会いませんでした。けれどもなんかね、その治療の方ですね、治療の方でその先生が来てくれて、今お客さんちょうど来てないんでやっちゃいましょうかっていうことで治療していただきました。はい、治療していただいた。その先生もね、女性の方ですごく優しい方なんですけれども、やっちゃいましょうかっていうことで、せっかくなんでみたいな、あ、いいんですかみたいな。だからね、良かったです。なんか間違ってきたけどやっていただきましたね。で、その治療してる時に、そのなんかニュース、テレビのモニターが何個かあるんですね。でテレビを見てたんですよ。でテレビ見てたら、その東北かな、東北の震災を受けた地域で、その編み物をやってビジネスをしてる人がなんかインタビュー受けて、それが やってたんですよ。でその編み物の商品が15万円ぐらいするらしいんですけど、それがなんかめっちゃ売れてるらしくて、でそれでなんか話題になって、なんか取り上げられてたニュースだったんですけど、15万ですよ、15万の編み物みたいな。でそれどうやったビジネスモデルかっていうと、その震災の、震災になって、仕事がなくなった人たちってたくさんいるじゃないですか。でその、そのグループを作った、トップの代表の人がインタビュー受けてたんですけど、その人が多分その地域の人で編み物できる人いますかみたいな感じで呼びかけて、でその60人ぐらいその編み物を作れる人を集めたらしいんですね。でその60人の人がその多分オーダーメイドだと思います。僕もね、治療の合間でちょこちょこ見てただけなんであれなんですけど、そのオーダーメイドだと思います。で編み物を作って商品作っていくと、で注文があったらそれを売ると、でそのコミッションというかそのパーセンテージを多分、雇用するか、もしくはコミッションで払ってるかっていう感じで、そのあれですよね、編み物がお金に変わるっていう、うまいなと思いましたね。でそのインタビュー受けてた人が、そのなんだ、その全部いい循環になるわけじゃないですか。編み物をするっていうスキルがある人たちがいる、でその編んだ商品を欲しいっていう人たちが世の中にいる、で現状として今その東北でその仕事を失った人たちがいる、これ全部回せますよね。まずその困ってる人たちがいるわけじゃないですか。仕事がなくなったと、給料がないみたいな、でそういう人たちで編み物ができる人を集めて、でその編み物って、その僕が見た中ではその女性の方が多かったですね。女性の年配の方が多かったんですけど、女性の年配の方で編み物できる人いるじゃないですか。でその人たちが自分の持ってるスキルをですね、生かして編み物して、それがお金に変わってビジネスに変わって、で商品を買った人たちはその手作りの編み物のものを買えると。なかなか素晴らしくないですか、このビジネスモデル。これいいですよね。その地域復興にもなるし、そのオリジナルの編み物を買い手はオリジナルな、高くても買いたい人は買いたいわけじゃないですか。最近思うんですけど、その今って日本がその豊かになりすぎて、その物やサービスっていうのはありふれちゃってるわけですよ。だからそのオーダーメイドっていうカスタマイズされたものっていうのがやっぱ人気になってきてるんですよね。やっぱ違うものがいいっていう、人が持ってないもの、人と同じではなくて人が持ってないものが欲しいみたいな、車もそうじゃないですか。車も昔に比べると色がめちゃめちゃ増えたんですね。多分十何種類ある車もあると思います、ね、
今日から見た。あ、どっちも野菜が売ってる。野菜が売ってますね。野菜が売ってる。これ取れたて野菜っぽいですね。はい。まあそんな感じですよ。ちょっと歩きますわ。で、そのだ今その物が多様化しちゃったので、その人とやっぱ差別化したいっていうその欲求があるわけですよ。人と同じものじゃないものがいいみたいな。でそこでその15万円の編み物のやつだったとしても、その差別化じゃないですか、オリジナルので、オリジナルのその商品お金払ってでも欲しいっていう人いるわけですから、うん、だからそういうのが今、うん、人気が出ているのかなっていうことですよね。だから iPhone もそうで、あの iPhone っていうデバイスに関してはその差別化できないわけじゃないですか。iPhone っていうデバイスは、まあ、これも iPhone で撮ってるんですけど、まあ、iPhone っていうデバイスは、まあ、人と差別化はできないんですけど、じゃあ何が今ビジネスで儲かってるのかっていうと、 iPhone のケースを売ってる会社は儲かってるわけですよ。だからそのもう本当電気屋さん行くと、もうありとあらゆる iPhone のケースが、まあ、スマホのケースが売られてるわけですよ。でもう本当に個性派のケース、もしくはデザイン、そういうケースが売られてて、でそれを見て人とちょっと違うおしゃれな可愛いやつとか、そういうのを選んで買っていくわけじゃないですか。うん、だから人とは違うものですよね。そういうのがやっぱ求められてると今、うん、だそれにマッチングしてますよね。だからなんだろうな、そのこの前そうセミナーで森くんっていううちの塾生さんなんですけど、森くんも言ってたんですけど、時代が変わってて、昔はその木村拓哉カットとか聖子ちゃんカットとか、その時代の流行してるものを身にまとうのがファッションだと、おしゃれだっていうような時代があったわけですよ。みんなと同じものを身にまとうのが、まあ、おしゃれだみたいなね、聖子ちゃんカットだったりね、キムタクヘア、キムタクスタイルみたいなね、うん、浜崎あゆみアムラーとかね、違う、浜崎あゆみアムラーとか見ましたね、アムロちゃんね。だそのなんかみんなと一緒が最先端みたいになってましたけど、今は時代が変わりつつあって、人とは違う人とは違う、そのオリジナルっていうのにやっぱ時代がシフトしてきてるかなっていうところですよね。うん、カスタマイズされたもの、うん、その人に合った、その人独、その人の世界に一つだけみたいな、まあ、世界に一つだけの花もまたね、スマップさんまた CD 売れましたけど、その世界に一つだけの商品ですよ、うん、まあ、世界に一つだけの花っていう歌もなぜ今この時代にヒットしたのかっていうと、多分そういう潜在意識というか、そういう時代の流れがあると思うんですね。例えばこれがあの戦争が終わって、あの日本がその復興してる時に世界で一つだけの花っていう歌は売れなかったと思います。その時代に世界に一つだけの花っていう歌を戦後出しても売れなかったと思います。だから今売れてるっていうのは、そういう時代が変わってきてるってことですよね。うん、いやほんとね、うん、まあちょっとね、何が言いたいのか分かんないですけど、まあ本当はちょっと事務所に帰る予定だったんですけど、ちょっと動画回しちゃったんで歩いてます。まあ歩くっていうのもね、健康にいいですからね。なかなかその歩くっていうことないじゃないですか。なかなかやっぱパソコン、僕なんかずっとパソコンやってるんで、歩くっていうことがないわけですよ。歩くっていう、だからすごくね、まあ、これもこれでいいんじゃないかなと。どうしようかな、どこ行こう。もう完全ノープランですよね。ノープランで動画撮りながら歩いてるんですけど、ちょっとね、今まで歩いてないところちょっと、うん、あ、なんかすげえ車ありました。ほら、あれ何の車でしたっけ。
ロールスロイス、ロールスロイスでしたっけ。しかもすげえぞ、金ですよ、金。ロールスロイス金、金だな。あれ完全カスタマイズ、あれもカスタマイズされてますよ、ロールスロイス。ほら、あれもカスタマイズですよ。多分世界に一つだけのロールスロイスじゃないですか。あれは初めて見た。金ですよ、金というか、あのボディが黒じゃない。なんか真ん中のボンネットと上がちょっとね金色っぽいようになってますね。まあだからああいうことですよね。ロールスロイスかは、あれロールスロイスかちょっと名前忘れましたけど、要はカスタマイズですよね。人とは違った車を乗りたいっていう。すげえなあの車、まあ、東京はすげえ車ありますね。いやすげえなー。どこ行こう。なんかちょっとなんかないですかね。なんかおもろい、あ、なんかある。なんかあそこに看板がありますよ。なんだあれ。なんなんだここ。ここなんか怪しいな。カットか、これなんすかね。あ、マジで見てください。何かと思ったら犬のヘアカットのお店です。ワンちゃんが、ワンちゃん、ワンちゃんいる。ワンちゃんがいますよ。ワンちゃんが、ワンちゃん飛んでるね。まさか、すげえ、犬のヘアカット、すごいな。あ、だから看板が犬なんだこれ。犬、へえ。ほらほら、こんなとこにこんなお店が。犬もそうですよね。なんかその私の家の犬は他の家の犬と違うヘアカットはよみたいなね、そんなノリでしょうね。いやほんとね、これね、やっぱ歩くっていいな。発見の連続ですね。発見の連続ですよ、歩くと。やっぱ今までに見てない世界を見るっていうのが大切ですよね。今まで見たことがないものを見るっていう。だから僕は来年はですね、世界に行きますからね、世界。もう今まで見たことがない世界を 見ると、来年は世界ですよ。来年は世界行きますよ、世界。世界に飛び立とうかなと。で、世界からいろんな映像を撮って、まあ、お届けしていこうかなと。ここのラーメン屋さんは初めてだな。やってないよな。やってないですね。どっかちょっと行きたいですね。カフェがあった。カフェがあった。コーヒーか。あっちの道行ったことないな。あっちちょっと歩いてみようかな。あ、ここに焼肉屋さんあんだ。焼肉屋さん発見しました。焼肉、ここなんかおしゃれだな。あ、ここおしゃれじゃん、焼肉。ここおしゃれ。ちょっとこじんまりしてますけど、 PM5 時から。ここおしゃれだな。おしゃれです、すごく。なんかちょっとちっちゃいですけどおしゃれな感じで、こんなとこに焼肉があった。発見、また新しい発見をしちゃいましたね僕。
ちょっとあっちの通り行きましょうか。あっちの通り、はい、ここは何通りだ、はい、ここはちょっと何通りか分かんないですね。分かんないけれども歩いてますよ。まあ、最近そのこれね、今 手持ちなんですけど、手持ちで十分ですね結構。まあ、手が疲れますけど、うん、コーヒーカフェ、ここもなんかちょっと年季入ってますね。あ、コーヒーのいい匂いがすごくする。コーヒーのいい香りが、いやー、歩いてますか最近、最近歩いてますか。いや、歩くって大切ですよね。いや、なんかそのテレビ番組でもそのなんかぶらり旅みたいなのあるじゃないですか。ぶらり旅、こうぶらり旅シリーズ自分で作れますからね。 iPhone1 台で、まあ、スマホ1台で、そのもうね、あるわけじゃないですか企画として。ぶらり旅っていうのは街をぶらり旅みたいな。あ、うまそう、牡蠣。iPhone1 台でぶらり旅。すごい世の中になっちゃいましたよね、本当に。うん、すごい。すごいですよ、マジで。はい。ちょっとあっち歩いたことないんで、あっちちょっと歩いて、そして歩いて探索したらちょっと帰ろうかなと。仕事もあるんで。あそこはなんかあんじゃないかな。あ、86だ。86発見。86乗ってましたね。86。86発見ですよ。86。86発見。いやー。UFJ 銀行、うん、UFJ 銀行角の、あ、なんか皮膚、あ、ここら辺なんか重い、なんかね、八丁堀って、まあ八丁堀付近なんですけど、ここ八丁堀って、まあ店ないんですけど、なんかね、ちょこちょこあるんですよ、うん、なんだここ、なんかね、ちょこちょこなんかね、隠れ店があるんですよね、ちょこちょこ。こう、なんかワインが飲める。角の。カイジじゃないな。角の。あ、閉まってますね、角さん。なんかね、ちょこちょこあるんですよね、ちょこちょこと。手作り。ちょこちょこいろんなお店がちょこちょことある感じですね。あ、なんかこれ串焼き、恵比寿串焼きですよ。へえ、あ、ここら辺もなんかちょこちょこありそうですね。あ、なんかこんな沖縄そば、沖縄そば、沖縄料理がこんなとこにあった。沖縄そばがここで八丁堀食えるなんて、沖縄、マジで初めて見た。沖縄料理が食えますよ。へえ、ハットの日がお得、半額。沖縄料理のお前はハットですね。お弁当、夜勤庫、これ閉まってんな、これ。ゆきんこ、これ閉まってんのかな、潰れちゃったのかな。ゆきんこお弁当、うまそうだな。月曜日から金曜日11時から、あ、13時30分まで、なるほど。お昼限定か、お昼限定のお店だねこれ。なるほどね、まあ、潰れてないっぽいですね。じゃあ
いやー、ちょっとね、いろいろありますね、なんか、隠れた感じが。ほんとなんかね、このなんか、何もない感じなんですよ。この、もう完全雑居ビル。お！なんかまたありましたよ。キッチンなんとか。キッチンジロー。キッチンジロー発見。キッチンジロー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 。なんかね、なんかちょいちょいありますね、ちょいちょい。ちょいちょいありますよ。お。ここはなんかすげえ、すごい佇まいだな。ここはちょっと行ってみたいな、ちょっと。どうすか？いきなり出てきた佇まい。真っ黒。料亭っぽいのが出てきましたよ。ほら。ほら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 。なんだこれ。すげえ、こんなん出てきましたよ。へえ、こんなお店あるんだ。発見。なんかいろいろあるな。いろいろありますね。微妙にちょいちょいありますよ、ちょいちょい。ちょいちょいありますね。あ、オリジン弁当があった。オリジン弁当発見。オリジン弁当、げんこつ唐揚げ、新商品。オリジン弁当、げんこつ唐揚げ、オリジン弁当。オリジン弁当ありましたね。定食亭 定食亭っていうのがあった。あ、なんだここ。ここは何でしょうね。ちょっとね、これ多分隠れ名店じゃないですか。これなんだここ。なんとか研究所、なんかなんとか研究所があります。ちょっと読めないですけど。で、定食亭、もう、わかりやすーみたいな。わかりやすすぎるだろうと、定食亭。定食亭わかりやすいですね。定食亭、定食亭。わかりやすい、定食亭。いやー、なんかね、いろいろちょこちょこありますね。ちょこちょこ。あ、これなんかね、発見の連続ですね。ちょこちょこありますよ。ちょこちょこありますね。まあ、この前僕もう動画撮らないっていうふうに言ったんですけれども、撮ってますね。動画撮るのは簡単なんですけれども、アップがめんどくさいんですよね、結構たまっちゃって。もう多分ね、600本ぐらい動画あるんじゃないですか、アップしてないの。アップしてないの600本ぐらいありますよ。あ、なんかつけ麺、ラーメン屋さんがあった、こんなとこに。ラーメン屋さんがあった。つけ麺。東流。いや、なんかちょこちょこあるな、いろいろとちょこちょこありますよ。いろいろちょこちょこありますね。まあ、もう八丁堀付近じゃないですね、ここ。茅場町？結構なんかいろいろありますね。
牛カツ。アパホテルここにもあるんだ。アパホテルの、アパホテルの下にあるみたいな。アパホテルの下、ここにもアパがあるのか。あ、なんかここもすげえおしゃれ。お、すげえ、ここここすげえ。ちょっと見えるかな、ワイングラスがやばい。すげえワイン。何これ、めちゃめちゃすげえ。八十郎、炭火ワイン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 ってすごいおしゃれ。炭火ワイン、炭火ワインってどういうワインですかね。カレー居酒屋、ちょっと待って待って、カレー居酒屋気になるな。カレー居酒屋って聞いたことあります？カレー居酒屋、カレー居酒屋は初めてだな。ちょっとカレー居酒屋ありましたよ。カレー居酒屋、スパイスのソムリエ、スパイ、まあさっきそこワインありましたけど、スパイスのソムリエ、スパイスのソムリエ、なかなか面白いな。スパイスのソムリエ、なるほどね、なるほど、そうきたか。スパイスのソムリエ、ちょっとこれ使えますね。メルマガの件名で使えますね。スパイスのなんとかのソムリエ、スパイスのソムリエ、うまいな。無国籍カレー名人特製ジンギスカン鍋。ほら、あ、新富町ですね今。スパイスのソムリエ、スパイスのソムリエ、うまいな。スパイスの、スパイスのソムリエか。まるまるのソムリエですよね。いいことあるかも。6億円、6億円。なんとかのソムリエか。メルマガのソムリエとかいいかもしれないですね。メルマガのソムリエ、情報商材のソムリエ、メルマガソムリエ、メルマガのソムリエ、なんとかのソムリエいいっすね。でもスパイスのソムリエはちょっと来たな。スパイスの、スパイスの先出す人を作れ、なんだな。平成通り、平成通りです。平成ジャンプ、結構歩いたな。結構どこだこれ、新富町まで来ちゃいましたね。新富町今います。新富町、新富町まで来ちゃいましたよ。東京メトロ新富町、はい、新富町です。新富町、あ、築地橋、築地橋っていうのこれ、築地橋、結構もう30分ぐらい歩いてますね。だいぶぶらり旅ですね、だいぶぶらり旅ですよ。あれ、まさか、おや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 、おやおやおや、おやおやおや、おやおやおやですよ。まさかこれ見覚えあるなと思ったら、まさか、ちょっとまさかですよ。これまさか引き寄せたね、引き寄せちゃいましたよ。引き寄せました、引き寄せました。もう完全にね、これ引き寄せの法則働いてますよ。ちょっとね、引き寄せましたね。もう完全狙ってないですけど、引き寄せましたね今。引き寄せちゃいましたね、これ絶対引き寄せたね、絶対引き寄せた、絶対引き寄せてるな、これ何かを、何かを引き寄せて、引き寄せてる、これ引き寄せた、
引き寄せましたね。やばい。お、まさかここの通りに出るとは思わなかったですね。なんなんですかね。なんかやっぱ引き寄せ法則があるでしょうね、これ。引き寄せって信じますか。引き寄せ、僕ね、引き寄せの法則は信じるというよりかは、信じる信じないの問題じゃないです。あるんです。引き寄せっていうのはあるんですよ。だからなんか信じる信じないがどうでもよくて、あるんです。なんかね、嘘か本当かじゃなくて、あるんです。しょうがない。あ、じゃあ嘘か本当かじゃなくて、もうしょうがないにしましょう。しょうがない、引き寄せの法則、しょうがない。それでいきましょう。嘘か本当かなんかどうでもよくて、しょうがない。うん、はい、来ました。何を引き寄せたのか。中和システム、ここの会社さんの、ここ出版会社なんですけど、こっから僕本出すんです。しかもね、ここのね、その出版会社さんと、まあ八丁堀、ここ新富町なんですけど、ここの出版会社まで歩いて行けるんですよね。歩いて10分ぐらいなんですよ、事務所から。だからそれも引き寄せてるかなと思いますね。その遠くないんですよ、遠くない、近場、マジで歩いて10分でその出版会社まで行けるっていう、近場ですよ。これもなんかの縁だと思いますよ。うん、ね、出版会社っていっぱいあると思うんですよ。いっぱいある中、まさかね、地下みたいな、そこにあるんですかみたいな。もんじゃ焼き、もんじゃ焼きもそうですね。あ、ここら辺ワイン多いですね。ここもワイン屋さんですね。日本のワインのお店。ここもおしゃれですよ。ここもおしゃれ。やっぱワインなんですかね、日本のワイン。ここら辺はそのビジネス街っていうのも、あ、なんか面白い。いやー、ちょっとね、これぶらり旅やばいな。岡田、ここなんか面白い。岡田スポーツの居酒屋。やばい、ケツメイシが流れてるんでやばいですね、この店。スポーツの岡田、スポーツ居酒屋ですね、すげえ。いやー、今ね、ケツメイシのカルフォルニアだったかな、カルフォルニアだったかな、流れてました。僕好きなんですけど、流れてまして。いや、ここら辺ちょっと面白いなー。いや、歩くってことないのであんまね。面白い、面白い、やばい。歩いてます最近。なんかまた出てきたぞ、おじちゃんね。おじちゃんいた、おじちゃん、タバコ屋のおじちゃんかな。お、なんか炭火焼き鳥、愛、炭火焼き鳥愛がありました。おお、なんかこうね、ファースト、まずこのファースト、さっきのおじちゃんがいた、これ炭火焼き鳥愛か。この準備中、ここね、袋、ホルモン市場、ホルモンなのか、炭火焼き鳥。2階が炭火焼き鳥なのかな。へえ、もつ煮込み、もつ焼き。あ、ここら辺ちょっと飲み屋ですね。もつよし、もつよし、もつよし。いや、ここちょっとね、ちょこちょこありますね、ちょこちょこ。続いてここはチェーン店か。焼き鳥80円、安い。焼き鳥80円ありましたよ、80円。焼き鳥、焼き豚、沖縄料理、焼き豚、沖縄料理、焼き豚。すげえ、東京にいながら。で、焼き豚の前がフグみたいな。フグじゃねえ、魚か。すごいな、これはしごできますね。焼き鳥、鶏肉食ったら魚みたいなね。さらにまた焼き鳥屋やった。焼き鳥ありましたよ。焼き鳥なんとか100円、焼き鳥100円ですね。一生懸命営業、
シニア社員大募集。一生懸命営業してます。焼き鳥100円。辰巳、築地辰巳。ここもちょっとね、あれですね、年季が入ってる感じで。なんだこれ、キッチン神間。何のお店だこれ、ちょっとわかんない。あ、カレー屋さん。ちょっとこれすごいすごいすごい。キッチン、これね、何のお店なんだろう。なんかね、いっぱいなんか貼ってあるんですね。で、なんかフランクカレーとかカツカレーとかロシアンカレーとか四国カレー、コニコ、ハンバーグカレー、なんかすごいネーミングがいっぱいありますね。キッチン、キッチン神、神山。すげえなー。いや、ここら辺おもろいなー。あ、しかも八百屋さんがあった。八百屋さん発見。昔ながらの、しかもね、結構人が来てる。いいっすね、味が出てて。八百屋さん発見しましたよ。結構ね、人が来てるこの八百屋さん。ほら、どうすかこの味がある。このインスタグラム撮りたいな。味がすげえある、この佇まい。しかも隣が鮮魚ですね、魚屋さんですね。もう地域密着型の、これはいいな。へえ、いや、すごい、マジで発見の連続ですね。このぶらり旅シリーズいいかもしれないですね。ちょっと歩いて適当にこう見るっていう。築地茶坊、築地茶坊。いや、東京いろんなのあるな。築地茶坊やってないのかな。築地茶坊、茶坊。いや、ほんといっぱいあるね。ちょっとやばいなこれ。おもろいっすね東京。あ、ここもなんか味ありますね。消しあんぱん、ほら、ここうまそう。ここはうまそうだな。いやー、すげえいろいろあるな東京。すげえ、東京すごいな。東京ってすごいっすね。あ、ここの通り俺初めてかな。あ、築地に来ちゃいましたよ。ちょっと待って待って、築地に来ちゃいました。ここ築地なんだ。歩いて築地来れんだな。さっき新富町だったじゃないですか。ちゃおちゃお、ちゃおちゃお。さっき新富町だったと思うんですよ。ここ築地じゃねえかな。え、築地？まさかの築地ですよ。あ、築地だ、築地、築地。だからちょっとお店結構あるのか。ほら、築地、築地です。さっき新富町だったのに。いやー、歩いて築地来れんすね。結構今39分か。築地来れちゃいましたよ、歩いて。まさかの築地っていうと築地ですよね、魚。いや、八丁堀何気にこういろいろありますよね。あ、外人さん、外人さん、外人さんいた。外人さん、ロシア人かな。へえ、なんかいろんなとこ行けますね、八丁堀。八丁堀はね、あんまないんすけどね。まあ、ね、ちょこちょこあるんですけど。いや、いっぱいいろんなとこあるな。築地、築地ですよ、築地駅。ここなんだろう、すごいな。高えな。あ、パックキューブ八丁堀15万。
15万2千円、17万円、7万8千、7万5千。いやだってこの4畳、6畳ですよ。6畳で7万5千円。6畳で。しかもキッチンこれちっちゃい。どうすか？東京高くね？東京高。だってこれ風呂あんね、風呂あんのかな？あ、ユニットバスね。いやこれ15万ですよ。これ15万、17万、10万。東京高えな。東京は高いな。だって7万出したら結構地方だったらいいとこ住めますよ、うん、この前静岡行ったんですけど、静岡もちょっと見たんですけど、静岡5万円ぐらいで結構広いとこですからね。5万でだいぶ広い、うん、東京6畳で7万8万高い。あ、なんかこんなライブコーヒー、ライブコーヒーってどうですか？ライブコーヒー、生きるコーヒーですかね。ライブコーヒー、生きるコーヒーっていう意味かな。へえ、ライブコーヒー、あ、すげえおしゃれ。なんだこれ、めちゃめちゃコーヒーのすげえ匂い。いやーすげえ。もうコーヒーの匂いが半端ないっすよ。半端ない、コーヒーの匂いが半端なかったな今。すげえ。なんだ、日経スポーツ発見。日経スポーツ本社来た。本社か、日経スポーツ、日経スポーツ来ちゃいましたね。でも日経スポーツは AKB48 新聞、なんか新聞がいっぱいあるな。へえ、日経新聞、はい、新聞がいっぱい並んでる。まさか日経来ちゃいましたね、まさかの。ご利益ありそうですね、これ。五郎丸ポーズ、五郎丸ポーズ、五郎丸ポーズ。僕も吉谷ポーズ作ろうかな。吉谷ポーズ作っちゃっていいですかね。いやーすげえ、やっぱ歩くっていいっすね。歩くってやばい。いやーこれはね、発見の連続ですよマジで。あ、なんかおしゃれだぞこれ。だいぶおしゃれなビル発見しましたよ。これ多分新しいな。これ何の会社のビルだ。これだいぶおしゃれなビル発見しちゃったな。公園も発見。あ、まだ新築中ですねこれ。今建ててますよ。これ何の会社のビルだろう。多分外資系か。あそこになんかおしゃれなビルがあるんですけど、今多分新築中ですね。あ、築地川公園来ました。築地川公園、築地川公園来ましたよ。築地川、へえ。今どこ歩いてるんですかね。もうね、もう44分も回しちゃってますね。完全に2時間ぐらいの旅になりそうですね。いやーでもねこれね、 YouTube いいですよね。これ旅しながらこれを自分のなんか仕事にできるわけじゃないですかね。だからテレビ番組もぶらり旅あるわけですから、これも仕事ですよ。仕事と思えば仕事遊びと思えば遊び、うん、遊びと思えば遊びだし、仕事と思えば仕事。なんか大学があった、大学。なんだこれ。お？お？国際大学。へえ、看護師さんがいるんだここ。大学来ましたよ。
芥川龍之介誕生の地だって。芥川龍之介聞いたことあんな。その芥川龍之介ってあれだ、小説というかあれですね、書き手よ、書く人が小説ですね。散歩道っていうのがあるんですね。築地江戸前散歩、築地江戸前散歩。へえ。江戸の海と築地。すごい。いやー、ここは初めて来たな。大学のキャンパスです。大学来ちゃいました。大学、いや、ここすごいな、この大学。国際大学言うてますからね。へえ、ここ東京か。ここなんかいいっすね。すごい。大学ですよ、大学。いや、でもこれね、行きはいいんですけど、帰りがね、しんどいですよね。帰りがしんどい。こう行きはね、勢いで来ちゃってます。行きは勢いだけど、帰りは地獄ですよ。もう帰りが難儀だな。どこなんだ、もう完全どこだ、こうよくわかんない。あ、目の前にね、すげえね、あれですよ、カイジのあれが出てきました。多分ね、あれカイジのモデルになりましたね。あ、完全カイジですよ。あれ完全カイジだな。知ってます、カイジの綱渡り。カイジの命がけの綱渡り、なんとかタワーだったっけな。知ってます、カイジ、アニメ。カイジがその命がけでそのタワーを渡るみたいな、で落ちたら死んじゃうっていう。絶対あのもあそこですね。多分あれをモデルにしたと思います。多分あれだな。もうね、カイジにしか見えない、あのタワー。カイジ知ってますか？見てくださいよ。僕カイジ好きなんですけど、いや、あれはね、絶対カイジです。行きますよ。ほら、ちょっとね、あのあそこタワーとタワーの中にこのなんか一つだけそのあるんですよ、渡れるところが。あ、絶対カイジですよね。あれ、カイジでしかない。今、いい匂いしたな。絶対カイジですよ、あれ。あれ、カイジでしょ。あれ、カイジだよ。今ね、女性がこう通ってたんですけど、あの女性のあのシャンプーの香りというか、何の香りなんですかね。いいですよね。たまらないですね。いや、こんなとこ歩いてきて初めて来たな。やっぱね、初めてのこといいですね。まあ、何事もやったことがないことにチャレンジすると。多分歩くことって誰でもできると思うんですよ、歩くこと。で、普段その歩いたことがない、見たことがないところを見るって、多分ね、脳にいい刺激が与えられると思いますよ。うん、すごい。まあ、だいぶちょっとね、50分腕やってるんで疲れてきましたね。
来た、カイジ。まさかカイジ、カイジで締めくくっちゃいますか。ちょうど50分だし。カイジ、これすげえな。あの命の綱渡りですよ、命がけの。すげえなここ。あ、東京すごいな、マジで。見ますか、この目の前にカイジですよ。ほら、あそこの命がけの綱渡りを成功すると2000万です。で、利根川が言うわけですよ。そのなんだ、命は金より命は金より重い、金より命は重い、そんな名言を吐くんですよ。なんかその2000万っていう大金は、その何十年働いてようやく手に入れられる金だと。あの命を払うとそんなもらえねえんだみたいなね。その何十年も働かないとその手に入れられない金だ、2000万っていうのは。バカ野郎みたいな、金は命より重いんだみたいなね。なんかそんな感じで言うわけですよ。これ何なんですかね、これすごいな。ほんと東京早朝なんかすごいっすよね。おお、いやすごいな。ここどこなんだろう、全然わかんないっすね。ここはホテルなんですかね。とりあえずすごいですよ、とりあえず。いや東京すごいな。いや、でどこを歩いてるかわからないって。なんとなくわかります、なんとなくわかるけど、なんとなくですね、なんとなくわかりますよ、なんとなく、なんとなくわかるけど、なんとなくですね。いやでもね、いろんなお店が今日歩いたら分かりましたね、あるっていうのは。しかもワインのお店とかもすげえおしゃれで、まあ僕お酒飲めないんですけど、まあ1杯2杯ぐらいは飲めるんで、うん、まあ1杯ですね、ワインも1杯、ビールも中ジョッキじゃなくて小1杯。ここはどこだろう。50分喋り続けてますからね、疲れましたよ、さすがに疲れた。あ、これもしかして、これもしかして、もしかしてですよ、これはもう見えてきた。ぐるって回った感じかな、ぐるって回った感じですね。ちょっと見えてきました、見えてきましたよ、帰りが。もう僕のマップに経路が入りましたね。そのなんだ、なんか男ってもともとその方向音痴じゃないらしいんですよね。あ、そのなんか男ってその昔はそのなんだ、動物とかを飼ってたわけじゃないですか。だから動物がどこにいるのかみたいなのをその飼って、でまあ、動物をこうその狩りに行くわけじゃないですか。で狩りに行ってその買ってきたやつをまあその家で食うみたいな。だから女性はその狩りに行くっていうのがないので、まあ方向が音痴っていう方が結構多いと。で男性は比較的その方向をね、その見れるみたいな。いやもう見えてきた、疲れた、だいぶ疲れた。
50分歩いてますからね、50分、50分歩いちゃいましたよ。50分歩いたし、動画も撮ってるし、喋ってるし、こう 手持ちですからね、僕。手持ち。もう指が結構ね、きつくなってきました、指が。痺れてきた。指が痺れてきましたね。もう結構ね、血液がちょっと、ね、止まってる。いや、でもね、よかった。結果、ほら、疲れたけど。疲れましたけれども、ね、まあ、今回僕は間違って歯医者に行ったわけですよ。間違って歯医者行ったけど、その間違ったおかげで、そのまずこういうね、こういうのが生まれたわけじゃないですか。で、間違って行ってなかったら、この動画は一生撮れなかったんですよ。一生撮れなかったですよ、この映像っていうのは。今日間違わなければ、僕は。もう間違ってありがとうですね。しかもね、間違って行ったにもかかわらず、ね、先生が治療していただいて、そうそう、最初、編み物のネタですよね。編み物。15万の編み物が売れてるっていう話だったと思います。そっから、なんか、ぶらり旅みたいな。いやー、一周した。一周回ったよ。1時間歩いた。1時間歩きましたね。1時間歩いたよ。今56分ですから、回ってんのが1時間番組ですね。あとね、10分ぐらいで着くかな。いやーいや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 、ようやくそのいつも見られてる光景ですね。ここの通りをまっすぐ行くと事務所です。ここの通りをまっすぐ行くと事務所。いやー、でも疲れた。1時間歩くことってあります？喋りながら動画回しながら、自分で自撮りしながら、動画を撮りながら喋りながら1時間あります？多分ないですよね。多分ないですよ。多分あんまりいないですよね。1時間自分でこう手で持って、ね、まあ周りの人から見ればお前誰、何一人でごちゃごちゃ言ってんだって話じゃないですか。多分ね、この映像を撮れる人もなかなかいないんじゃないですか。自分で自撮りして1時間こう歩いて撮ってるみたいなね。しかも喋り続けるっていう。結構喉カラカラですよ。足も痛い。だって日が落ちてきましたね。日が暗くなってきたもん。ちょっと日が暗い。日が落ちてきちゃいました。あ、ここすげえな。こんな駐車場あったんだ。マンション。でけえ駐車場。ここでかいな、駐車場。こんなでかいんだ、駐車場。これマンションですからね。一般人が住む、多分。東京すごいな。ほらほら、マンションでしょ、多分。リエトコートアルクス、アルクス、アルクスタワー。リエトコートアルクスタワー。だいぶタワーですね。すごい。東京すげえな、これおしゃれだな。いや、ここね、知ってたけどね、歩きながら見るってことなかったんで。結構立派なマンションですね。すごいな、建てたね。すごいな、建てたね。でけえ。でかい。でも疲れました。あ、今59分58秒。1時間突破しました。
1時間突破しましたよ。1時間突破した。1時間突破しましたね。1時間突破しましたよ。歩いて1時間、喋って1時間、動画自撮り1時間。可愛いですね、ケツが。ケツがだいぶ可愛かったな。いやでも疲れましたよ。ちょっとさすがに疲れましたね。ちょっと癒されたいですね。あ、ここもペットですね。ここもペット。八丁堀はペ、やっぱね、やっぱあれなんでしょうね。あのちょっとお金持ってる人たちが住んでっから、まあそのワンちゃんとかにもお金使うみたいな、そんな感じなんでしょうね。多分ああいうお店って多分ないっすよね、地方で。まあ地方であるとは思うんですけど、あのなんかそのワンちゃん専門のおしゃれな店みたいな、人じゃねえのかみたいなねワンちゃんみたいな。どうですかこの東京のこのビル、マンションで、あそこにも今ね新しいねマンションが建つんですよ。今工事してて、あそこも30何階建てが建つらしいんですけど、もうねビル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 ブルービルばっかですね。東京ビルばっかですよ。ここねでかいタワーマンション建つんですよね。ちょっとねここはねちょっと僕狙ってますよ、微妙に。実はここのタワーマンションをちょっと狙ってるんですよ、新築で建つんで。でここはそのやっぱね眺めがいいんですよ。あ、ちょっと行ってみましょうか。ここ行ってみましょうか。ここはね僕ちょっと狙ってるんですよね、このタワーマンション3年後だらしいんですけど、ここは眺めがいいというか、その、まあ、静かだし川もあるし、結構ね静かだから住みやすいで、そう東京駅に近いっていうのがねいいんですよ。だからタクシーでも1メーターで5分10分ぐらい行けますから、東京駅までタクシーでも、まあJR でも1駅で行けるんで、何気に、まあ、東京駅近いと、まあ、新幹線とか使う場合、まあ、僕車移動が多いですけど、新幹線とか使う場合は、まあ、東京駅すぐ行けるんで結構ねいいっちゃいいんですよね。うん、このパークシティ中央港ザ・タワー、ここちょっと僕狙ってますからね。パークシティ3年後に建つらしいですけど、このモデルルームもオープンしたのかな。416、あ、モデルルーム、あ、完全予約制らしいですね。完全予約制のモデルルームか。パークシティ中央港三井不動産レジデンス36階建て、はい、ここはいいんじゃないかな。もう目の前が川なんですよ。ここはね僕いいんじゃないかなと思うんですよね。ほらこういう眺めです。これ川があって、ほら良くないですか。うん、東京駅も近いし、どうですか。まあ、3年後ですけどね、建つのが。でここのほんとマンションの目の前が河川敷なんですよ。ここのマンションがありますよね。だからここをちょっと会社の事務所にしたいなっていうのはちょっとあったりとかします。まあ自分のもう家は買っちゃってるんで、会社の事務所ここいいんじゃねえかなみたいな。あ、ここコーヒーショップあるぞ。ここなんかコーヒーショップある。でここの今マンションを建ってますよね。でここからウィーンって回ってこっちです。ここを行くともう河川敷ですよ。ここを行くともう
河川敷。その川が見れるんですよ。ほらほらほら、このこう、これこういう感じで、でまあここをこう渡って、からのからのからのこういう感じですね。どうですか、これ良くないですか。ここね、プロモーション PV とかもね、撮りやすいと思うんですよ、これ。これランニングするみたいな。これランニングに最適じゃないですか。しないですけど。うん。絶対しないですけどね、ランニング。はい。ここね、結構いいんじゃないかなと思いますけどね。川あるし。で、あっち行くと、あそこもうちょっと、あそこ行くと東京スカイツリーがあるんですけど。うん。なんかそのビルはいっぱいありますけれども川が流れてるっていう、うん、まあ人間は水でできてますからね。水、川、ここいいっすよね。でそこのそこにブワンってた、あそこに でかく立つんで、なんいいんじゃないかなっていう。いや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 って感じですね。まあぶっちゃけどこでもいいんですけどね。車の中で、僕車の中を事務所にしたいなと思うんですけどね。車を事務所、車登記簿みたいな。まあそれはちょっと無理ですけど、だってそのなんかそのインターネットビジネスで、僕そのタワーマンションのいいところっていうのは共有スペースが使えるんで、まあ、ちょっとねこの共有スペースどれくらい使えるのか分かんないですけど、そのビジネス目的で使わないともったいないと思うんですね、タワーマンションって。その共有スペースでその、まあ、その集まりをやって、そこでなんか勉強会やったりとか、そういうのに使う目的でタワーマンションに住むんだと僕はありだと思うんですよ。ビジネスにつなげられるじゃないですか。で個人で借りてもあんま使い道がないと思うんですよね、その共有スペース。最大限利用できないじゃないですか。ただ家賃を払うだけじゃないですか。でもそういう共有スペースをそのビジネスで使えばいくらでもお金って生み出せるじゃないですか。だからそれは家賃を払うというよりかは投資というかね、なんかそのビジネスに使えるわけじゃないですか。だからそういう考えでタワーマンションはいいと思うんですけど、なんか自分のプライベートで住むのはどうかなっていうか、僕はあんま意味がないのかなって。で寝れればどこでもいいじゃないですか、ぶっちゃけ。もう公園でもいいですよ公園でもいいんだよ、うん、だそのビジネス的に使うんだったら、そういうねタワーマンションの共有スペース利用するみたいなね。はい、でもうちょっとで着きますよ、ようやく。ようやく着く。だいぶ歩きましたね。でもちょっとコーヒー飲みたいですね、コーヒー一杯。コーヒー飲みましょうか、コーヒー。コーヒー飲みたいですよ。コーヒーは飲みたいな。ちょっとコーヒー飲みたいです、コーヒー。疲れた。あ、ありましたやん。僕がお世話になってる整体屋さん。今日閉まってるな。ここでお世話になっております。キリンが目印の整体屋さん、ぜひ来てください。本当ね。1対1でちゃんとこの整体してくれます。そのなんだその症状に合わせていろいろと、うん、ここいいですよ。でここが整体屋さんじゃないですか。でここ歩いてちょっと行って
もうあそこかあのビルが、まあ、事務所です。あのビル事務所だね。歩いて30秒ぐらいですよ、整体屋さん。だから疲れたらもうすぐ来れる。あ、すぐは今予約制なんでこれあれですけど、そう。しかもこのね、あそこビルが事務所なんですけれども、あの目の前に歩いて10秒で交番があるわけですよ。歩いて10秒で交番があるので悪いことができないと。歩いて10秒で交番がある、はい、悪いことできません。まあここですね、ビル、まあ、ここは十字路で。ちょっとねコーヒー飲みたいんで、コーヒー飲んでいいですか。コーヒー飲ませてくださいよ。1時間歩いたんだから。1時間11分歩いてずっと喋ってますから、ちょっとコーヒーぐらいちょっとね、ちょっといいじゃないですか。コーヒー飲ませてよ。最近ちょっと見つけたコーヒー屋さん行こう。やってるかな。あとね、銭湯もあります。港湯っていう、港湯っていう銭湯もあるんです。ここすごく綺麗ですよ。ここすごく綺麗。じゃあちょっとね、このやってんのかな、最近見つけたこの港湯の2階にあるのかな、フルーフやってんのかな、フルーフ。ここね見つけたんですよ、喫茶店、隠れ喫茶店。やってない。やってないよ。やってません。やってねえし。いやー、これいつ終わろう。ちょ、マジでコーヒー飲みてえな。これ飲まずして帰るべきか。ちょ、コーヒー飲みたい。コーヒー飲みたいな。お酒じゃない、コーヒーです。いやもうないな、知ってるところ。あっちあるかな。でもあっちね、ちょっとでかいんですよね、コーヒー、うん、いやだい、あ、ここね、駄菓子屋さんもあるんですよ、ここ。これね、駄菓子屋さんなんですね。小学生とかがね、あの吉田屋っていうね、小学生とかが駄菓子買ってました。いや、だいぶ疲れましたよ、もう。かなり結構痛い。1時間13分歩いて話してますよ。1時間13分ですよ。1時間13分、結構長いよ。コーヒー飲みたい。まあコーヒー飲みたいし、座りたいし、ちょっと休憩したいし、終わりたい。もう動画を回したくない。動画回したくないけど回してる。まあ、もう喫茶店入ったらもう終わりますよ。まああとはちょっとで終わりますよ。いやー、結局まさかでしょ。マジでこれまさかの展開ですよ。ちょっとね、これ最初からもし動画見られてる、1時間14分もこれ見られてる方いらっしゃいましたら、これまさかの展開ですね。
これ本当にまさかです。いや、これびっくりですね、僕自身も。ちょっとね、僕自身もびっくりしました。まさかの展開、最後。最後まさかの展開ですよ。だってもう日がさ、落ちてきてますからね、暗くなってる。これ最後まさかの展開ですよ、まさか。いや、ほんとまさかです。嘘ーみたいな。マジでみたいな。そんなあるのみたいな。ほんとまさかの展開ですよ、これは。これはちょっとまさかですね。まさかの展開。マジで。マジでまさかだな。行きますよ。行っちゃっていいんですか、まさかの展開。まさかの展開。入店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 戻ってきたよ。リバースしましたね。いや、僕が知ってる喫茶店がここしかないんですよ。あとは近場で。で、あそこは多分でかい、ちょっと大きめの喫茶店で、なんで多分空いてると思います。でも、入ったことがない。一度も入ったことがない。一度も入ったことがないんですけれども、知ってる。あ、でも電気ついてるから大丈夫ですね。あれ喫茶店だよな、コーヒー飲めるよな、はい、いや、もう暗くなっちゃいましたね。暗い。タウン八丁堀店あった、やってました。コーヒー飲めるよ。来たー、どうですか。あ、でもね、ちょっとおしゃれな感じですね。タウン、タウン八丁堀店。ちょっとここで休憩します。